ございます。皆さん、集団的自衛権、なんとしても食い止めましょう。そして武器輸出の三原則の緩和、なんとしても食い止めましょう。私はですね、秘密保護法を考える市民の会というところで、秘密保護法についてもいろいろな、ロビングですとか、あるいはシール投票なんか取り組んできました。でこの間、仲間とともにこの集団的自衛権、今いろんな人が発言したように知られてないんですよね。なんか集団的自衛権って国際協力だったからいいんじゃないみたいな、ちょっとこうそういったことを考えている人が多いようなんです。なのでこの問題をみんなに考えるきっかけにしてもらうことが重要かなと思って、街角でシール投票を取り組んでみました。で1回目が大井町、夜で寒かったです。2回目が巣鴨駅、その日は暖かかったです。ですごい大きいボードに、集団的自衛権賛成反対わからない、で集団的自衛権の簡単な解説と、あと明日リフレットを、配って、で貼るときに必ずみんな考えるんですよね。集団的自衛権どうなんだろうと考える。で分からない人は冒頭の説明を読んで確認してから貼ろうとする。で、すごくこうきっぱりと賛成に貼るようなおじさんもいるんですね。で結果はですね、圧倒的に反対が多かったんですが、それでも賛成は一定数いたんです。で、その時私秘密保護法のシール投票なんかもやったんですが、その時は全然反対が多かった、あと分からないも多かったんですね、最初の頃は。で集団的自衛権は分からないも反対が一番多くて、分からないがその次で、賛成は少なかったんですが、それでも、我々の予想よりは多かったんです。でもその集団的自衛権すごくなんか誤解があるように思っていて、いろいろ話をしてみたんですね。でそしたらやっぱり集団的自衛権、その国際協力っていう意味でも重要でしょうとか、アメリカが攻められれば、それはその一緒になってやらなきゃとかね、もうそれはしょうがないことなんだみたいなことを言ってる人もいるんです。でですからいろんなこう集団的自衛権のその用語もよくなくて、集団的自衛権というよりも戦争をやってしまえる、なんでしょうか、なんとかみたいな名前付けと書いた方がいいんじゃないかと思ったりしています。でぜひ皆さんもいろんなやり方でいいので、多分ここに来ている人たちはすごく問題意識を持っていると思うので、周りの人にいろんなやり方でソフトに伝えていきましょう。で特に強烈なのはやっぱり事例ですね。集団的自衛権、例えばベトナム戦争みたいなことになんですよとかね、チェコの侵攻も集団的自衛権の名のもとにやられちゃったんですけど、事例がやっぱりすごく重要なので、事例込みでもうじわじわとマスメディアがそのうち報道するように、バッバ報道するようになってほしいので、今もちょっと報道していますが、もっと必要だと思うんです。まずはじわじわと私たちがそういう小さい取り組みから始めたらどうかと思いました。でそれからもう一つは国会議員への働きかけだと思います。鍵を握るのは公明党でしょうか。ぜひ皆さん、公明党は一体何しているんだ、集団的自衛権とか武器輸出とか、そんなことに公明党は加担するのかって公明党に問いかけてください。創価学会に問いかけてください。ということで何としても止めていきましょう。頑張りましょう。